JRA の角田大川騎手が死去していたことが分かった。21歳だった。JRA が10日に発表した。写真、函館競馬場の芝コースに残ったタイヤと1日夜に、函館競馬場で自ら運転する自動車で馬場内へ侵入して芝コースを損傷させ、3日から騎乗停止となっていた。2日朝は同競馬場で調教に騎乗していた。大川騎手は、 父が元騎手の高一長教師、53、兄も山と騎手、22、という競馬一家に生まれた。22年度の新規騎手免許試験で、成績優秀者に贈られるアイルランド大使特別賞を受賞。立東の石橋守厩舎に所属して、同年3月にデビューすると初騎乗から2連勝を挙げて脚光を浴びた。 翌23年にはシーズンリッチで毎日杯を制して JRA 重賞初生覇を果たすなど、同通算90勝、重賞1勝を挙げていた。一方で、昨年5月には開催日における通信機器、スマートフォンの不適切使用に対する制裁で30日間、開催10日間の起乗停止処分を受けていた。角田大河、角田大河、2003年、平河15、5月21日、 滋賀県生まれ。石橋旧社所属で22年3月に騎手デビュー。初騎乗となった同一下半身 1R、名称創月、で初勝利。23年毎日杯、シーズンリッチ、で JRA 重賞初制覇。JRA 通算1593 90勝、重賞1勝。父は高一長教師、兄は山和騎手。165センチ。 467キロ。